日。息踏んで、はい、はい、始まりました、不思議なキノコの世界、金爆師のはじめキノコが お届けします、今回のゲストは、D ステージの、フルチンさんです。今日はよろしくお願いします。すいません、今お酒継ごうとしてたら突然始まってしまったっていう、すいません、なんかアットホームな感じで、お送りさせてもらいますが、片付けないです、はい。今日はフルチンさんをお呼びしたんですけども、はい、特徴が、はい、僕なんか失礼になりそうでなんかためらいながらされてるんですけど見たまんまですね。見たまんま、はい、ちょっと大きい。プロのデブです。プロのデブ、はい、あ、プロとプロのデブです。プロとアマのデブってどう違うんですか。デブを仕事にしてるっていう。あ、なるほど、なるほど、はい、なるほど。結構なんかデブの人で、仕事にしてるけど、こいつはちょっと素人だなっていうデブって どういう人ですか。いや、どうなんですかね。デブで一応それでお金をもらってるっていうのはこう、はいはい、例えばこうデブで舞台に出たりとか、はいはい、CM に出たりとかそういう、はいはい、なんかああもうデブという特徴として、特徴として、なるほど、よく出てるけど、はい、たまたまデブだったっていうのはプロのデブではないと。ああ、でもデブだことに気づいてない人もいますよね。なんか認めてない認めてない人、私ちょっとぽっちゃりだなって思ってる人、はい、ぽっちゃりじゃないよって思います。あ、なんか女の子はね、僕もあんまりね、はい、デブデブはあんまり言えないんですけども。でも優しいですね。あ、そうですね。で、男はね、もうバンバン言っちゃうんですよ。おいデブとか言って。あ、だけど、な、本当のデブが100何キロクラスのデブが、はい、なんかデブって言ってなんかイラってしてたりとかすると、あ、ね、ちょっと違うんじゃないかなっていう。いますね、はい、やっぱこう一皮向けたデブになると、デブって言われたことに動じないんですよ。動じない、動じない。デブって言われても嬉しいとか、いや、デブだけどみたいな。デブだけど逆にぽっちゃりって言われるとすごい遠慮されてる感じがして。あ、なんか、まあ、職業がデブってことですよね。職業デブ職業デブ職業デブ、いや、デブが職業ってこと。まあ、あれですね、デブで、転んでもただじゃ結構期待的な感じで、はいはいはい、まあ、デブをネタにちょっと、まあ、デブっていうとただ特徴なだけで、別に職業ではない、ね、職業ではないすいませんね、僕なんか結構悪口を今、ね、気づかないうちに言ってるかもしれないですけど、ね、デブを職業とするってでもいいですね、はいはい、食べて寝て暮らせるんですよ。そうですよね、うん、それがね、まあ、もうお相撲さんもそうですよね、うん、職業がデブなわけじゃなくて、ね、お相撲さんは格闘技ですからね。そうですよね、はい、お相撲さんってね、なんか職業デブですよねって言って、ね、怒りますからね。それと同じように、そうですね、要は基本的には踊ったりとか、うん、あとはイベント企画したりとか、そうですね、イベントの、うん、デブイベントのオーガナイザーをやったりとか、はいはいはい、あとデブのダンスチームをやったりしてます。じゃあまず乾杯ということで。はい、はい、この放送はお酒を飲みながらやっております、はい、うん、はい、で今回はですね、フルチンさんは、はい、りょうくん、はい、イベント名なんだっけ、グラインドカオス、はいはい、グラインドカオスの、りょうくんから、ご紹介を受けてフルチンさんをお呼びしてます。はい、僕はなんかそのフルチンさんっていう名前にまだ馴染みがない頃に、ずっとチンカツさん、チンカツさんって言われて、マンペロさんと混じっちゃってチンペロさんって言われたことがある。ああ、チンペロさん、マンペロさん、はい、なんかそんないろんな名前の人がいるんですね、なんかね、はい、この会話にチンカツさん、僕チンカツさん、チンカツさんって広いですね、はい、臭そうですよね。チンカツさん、チンカツさん、チンカツさんって僕ずっと連発で喋ってるんで、なんかある程度してから、そういえばキノコさん、名前、はい、フルチンさんなんですぐ生成してくれよだいぶ経ってから、はい、チンカスさん、ね、チンカスさんと その友達欲しいですね。チンカスって呼ばれてる友達、そうですね、もし弟子ができたら、ね、その名前はぜひプレゼントしてください。横チンって呼ばれてる人がいたんですけどね。横チンもあれですけどね横チン、フルチン、フルチンはなんでフルチンになったんですか。私本名がフルで、名字がフルタで、はいはい、名前が知恵で、でフルチエで進化しててフルチンになっちゃった。あー、なるほど、なるほど、
なんですよ。あ、なんかフルチンの人が好きとか、あ、そういう嫌いじゃないですけどね。どうせだって脱いでた方が、脱いでた方がいいですね。あ、なるほど、うん、僕もね、なんかちょっと太った方と一緒にショーをやったことがあるんですよ、ね、ちょっと太った方ちょっと150…それ150キロちょっと太った方じゃないじゃないですか。私イズムっていう、あ、はいはい、分かりました。それ注目してたんですよ、私、あの噂を聞いて、はい、フットプレスワンでやりましたよね、うん、そうですね、あの僕わざわざこう、はい、骨組み組んだって噂を新たに。そうなんですよ、あのロフトプラスワンでいつもショーをやるときは、うん、はい、上にあの正面用のね、あの、ね、単管が通ってるんですけど、はい、でそこで縛って、縛り釣り所を作るんですけど、はい、あの150キロ級の人を2人釣らなきゃいけなかったんで、うん、2人ですよ。 0.3 トンですよ。はい、そうですよね、うん、それを釣ろうと思って、そしたらもう、うん、あ、もうやめてくれっていうこと天井言われて、それで急遽なんかつっかい棒ね、うん、組んで、あ、そうなんですね、はい、でなんか楽屋でケンタッキーずっと食べてて2人がで、俺食べようとしたら、ちょっと嫌な顔したんで、嫌な顔一応やめたけど、数がちゃんと22分だったんですよ。そうですよ、なんかあの、普通あんまり見ないあのパーティーボクサーの円形のやつ、はい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 、あれが来てて、ね、はい、うち、あの差し入れによくもらうんですよ、あのパーティーバーレル。わあ、それでロフト、やっぱロフトプラスワンのイベントの時に、はい、あれこう赤いじゃないですか、はいはい、赤い衣装着てたんですよ、はい、これ帽子になるんじゃないって言って、はい、あれをこう、こうあの蓋をこうやってこうつばにして、はい、で KFC って書いた帽子を作って、はい、あれそれをかぶって踊ったことがあります。わすごい、なんかいい感じの帽子ができるんですよ、パーティーバーレルで。あ、ちょうどいい感じの、ここあれをかぼってかぶって、ここに KFC って書かれてやって、はいはいはい、あれで踊り、わあの話題で踊りましたね。誰もなんか気づかないんですよね、なんかケンタッキーのやつだって。へー、踊りってなんか どんな感じに踊るんですか。あ、あれですね、何系の踊りとかあるんですか。なんかだ、もともとバーレスクとかそういう感じなの、はい、あ、このおっぱいね、このピュー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 ってやつね。はいはいはい、バーレスクとかで、バーレスクは脱いだりするんですけど、はいはい、それ脱がないので、はい、ショーガールっていう感じでやってるんですけども。あ、なるほどなるほど、 ね、なんかカーニバルみたいな。そうですね、結構セクシー路線、コルセットとか、コルセットとか、はいはい、いろいろゴージャスな感じの衣装を着てますね。なるほど、コルセットとかって、うん、コルセットつけてって、 YouTube で、ね、検索するので出てくるんですよ、自分踊ってるやつが。はい、なるほど、コルセット つけれるんですか。この間コルセットの、なんかあの緑川ミラノさんっていう人が、なんか一回ゲストで来られるんですけど、コルセット、海外だと結構でっかいのがあるんですけど、ただ、なんかこう、やっぱりこう、あの、カービィなんですよ、体が、はい、こう球体なので、なんかコルセットってこう、えぐれるはずじゃないですか。あ、はいはい、だけど、コルセットとしてありえない形になったりとか、なんかここが出てて、ここがへっこんでるから、はい、ここがくびれてて、くびれって言ったらみんなへこみって言うんですけど、はい、とここが出てて、この間ここが出てるんで、コルセットがこういう形になるんですよね。あ、コルセットが変形するんですか。変形するんです。マジでコルセットってもうなんか矯正するためにあるけど、あまりの肉厚によって腹肉に負けて、なんかこう B みたいな、 B の字みたいになってますよ、ここから見ると。あら、すごいな、それ負けてますね。なんかあの、なんかなんだっけな、コルセットってクジラのヒゲかなんかで入ってて、昔は、はい、今はどうなんかわかんないですけど、今はこういうボーンって言ってこう編んであるような、なんかね、縦のなんか硬いのが入ってますね。海外だと別に、でも海外行くと私がギリギリプラスサイズみたいな、うん、割と、うん、プラスサイズの中では私がでもちっちゃかったりするんですよ、アメリカとか行くと。上には上がいますね。全然上には上が行くんで、はいはいはい、海外でなんかこうビッグビューティフルウーマンで略して BBW っていう、ビッグビューティフルウーマン、はあ、デブとは言わないで、 BBW ちゃんとビューティフルが入ってる、ね、そう、ビューティフルが入ってる、ビッグビューティフルウーマンで BBW っていうね、ビッグウーマンだけだったらね、なんか差別になっちゃうからですよね。一応ビューティフルを入れて差別用語に聞こえないように。そっか、アメリカそういうの結構なんか敏感だから、差別敏感ですよね、そうよね、うん、でもたまになんか、うん、アメリカ行って教えに行ったりするんですけど、縛りを、うん、なんか大きい人来ますよ。来ますか。はい、なんかやっぱポテトが原因じゃないかなと思うんですよね。あの、ぽっちゃり業界にもちょっと名前出していいのかわかんないんですけど、うん、ぽっちゃり女性だけを縛ってる金髪師の人いるんですよね。え、誰ですか。なんか、
名前出してる。あ、塩田さん。塩田さん、あ、やっぱそうだ。そう僕そ、あの、あったことありますよ。あの、スキンヘッドの人ですよね。そうです、そうです。まだ、あの、僕最近会ってないですけど。はい、やってるんですね。ホームページありますよね。はい。女の子を縛って散らされてるのが。友人さんはやられたことあるんですか？いや、ないですね。縛りは。はい。体硬いんで、ちょっと。硬い方がね、縛りやすいですよ。そうなんですか？柔らかすぎるとね、なんかね、関節が変な風に入っちゃった。あ、そうなんですか。へぇ、そうなんだ。はい。あの、その150キロを釣ったのは、田実君からの話を。噂を聞いてて、はいはい、やべえとか思って。まあなんか今度呼んでくださいよ。ぜひぜひ、なんかのうちのイベントでも飲んだら、ね。僕なんかそのサイバーロープっていう、なんか縄が光って光るショーがあるんですけど、はい、そのなんかなんだっけな、あの京都から来たキキちゃんっていう女の子。あ、キキちゃん。キキちゃんわかりますか？はい、キキちゃんと一緒にねショーやったことがあって、サイバーロープで。そうなんですね。はい、でなんかね、あのバーって縛って。うん、一応大きいけど光るっていう。大きいけど光る。はい。キキちゃんはすごいフォーマーとしてすごいですよね。キキちゃん面白いですね。うん、あれね、はい。なんかあのアブストレーマスターってさ、結構ブンブン振ってやってるんですよ。あれでね、弓取り式ですね。そうそうそう、弓取り式やると、うん。はい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 。あれ見て爆笑しましたね。うん、じゃあちょっとその、ね、皆さんのコメントも紹介していこうかなっていう、うん、変形するな、あのコルセットですね、詰まってるな。はい、ぽっちゃりは基準があるんですか？ぽっちゃりの基準なんだろう。何キロ以上ですか？どうでしょうね。ぽっちゃりっていうのはなんかまだ洋服が巷のこう普通の女の子の洋服の店に行って L サイズとかで入るまではぽっちゃりだと思うんですよ、うん、はいはいはい。なんかあの、はい、だけど骨格が L じゃないけど、うん、L サイズじゃない、まあ、L サイズぐらいまでであの結構普通の、うん、洋服店に行って一番大きいサイズが入ればぽっちゃりで済むんだと思うんですけど、うん、はいはいはい、そこで買えなくなったらデブだと私は思います。わあわあわあ。私とかの服になると特殊サイズコーナー行かないと売ってないんで。わかる。なんかあのありますよね、うん、そういうお店ありますよね。そうですね、ニセタンの2階とか。ニセタンの2階にあるんですか？ニセタンの2階ありますね。あとぽっちゃりコーナー、丸いの丸いプラス丸いモデルっていうコーナーがあったりとか、とスマイルランドっていう、うん、ジュエルまであるっていうところがしますね、はいはいはい。なんか服が着れないとかデメリットは多いですけど、逆になんかメリットってあるんですか？メリットですね、遭難した時一番生き残るっていうのがありますね。あー、エネルギーがいっぱい。そうですね、遭難、そう、一番生き残れるなっていう、一番餓死しないっていう。どうなんだろう、本当にお腹空いて、うん、どんどん消費されていくんですかね。わかんない、やってみたことないからわかんないですけどね。ね、なんか一番生き残れる気もしますよね。なんか宅配がなんかラクダの顔的な感じ。丸いモデルが丸いモデルになって。丸いモデル。丸いモデル。すごいな、なんか、うん、今回のお客さんなんかシャレが効いてますね。効いてますね。ガスとかガスとかしな。でも私ね、冬眠できそう。飢えて死ぬならデブで死んだ方がいいなと思うんですよね。太りすぎて。なんかあのよく。なんか彼氏に、そう、彼氏にはお前俺より絶対早く死ねよって言われたりとかして、はいはいはい、なんか絶対あの成人病で俺より先に死ねよって言われて泣かれたことがあるんですよ。絶対長生きできないよちいちゃんとか言って。あら、彼さんがいるっていう、なんかそう、で、はい、それでなんか泣かれたんで、うん、なんかそう、それでええー、とか思って、うん、でも私、あの多分飢えて死ぬのとあのデブで死ぬのどっちか選べって言われたらデブで死ぬの。戦士があの、ね、あの戦場で死ぬのが本望みたい な、ね、太って死ぬのがっていうぐらいな感じで、ね、本望ではないですけど ね、 なんかね、ある意味戦士です ね、 そうですね。砂漠に落ちたら一番最初に、あ、砂漠はダメだな、暑いもん、暑いから暑いとこダメ。夏とか無理。デブの人は暑さに弱いっていう。ぶっちゃけ好きなものは脂身ですね。そうですね、天然で毛布かぶってるような感じになってる、ね、そう、あれミートテックですよ、これミートテック、うん、ミートテックですから、冬あったかいんですよ、うん、あ、なるほど、肉ライニングみたいな、肉ライニングみたいな。、うん、すげえ。なるほど、そうですね。好きな食べ物は何ですかって言ってますが、ホルモンですね。ホルモン？ホルモン、焼肉。あの、な、あの油のやつ、すごいですか？なんかこ氷置かなきゃいけないやつ。そうそうそう、氷置かなきゃ、炎が
もうバーって出ちゃうやつ油で、もうある意味見てみたんですね、なんかフルチンさんクラスの人がなんか5人ぐらいなんかちっちゃいなんかね七輪かなんか通ってて囲んでてブワーってなってるの見てみたいですね。もう店員が消してくださいって氷をもう投入しても投入しても消えないっていうぐらいな、もう次から次へと置いちゃってって感じですか。あ、でもそういうこと一回ありましたよ私。なんかホルモンをトッピングできる、なんかイタリアンなのになぜかホルモンをトッピングできる店があって、はい、で、あのホルモントッピングをダブルでって言ったら、はい、炎が上がりすぎるんで焼けませんって言われちゃってダブルを拒否されちゃったことがありますね。すごいなこれこれなんで、あの、りょうくんがあのフルチンさんを送り込んできたのかがすごいよくわかりますね。でもちょうどりょうくんと入れ替えだったんじゃないですか。そうですね、はいはい、りょうくんとも今ちょうど丸腸の話で盛り上がってて、あと1分前ですよって言われて、あ、行かなきゃって言って、はい、食べに行くんですか丸腸。明日、ま、あのみんなで丸腸食べに行こうって言って、りょうくんだったの、りょうくんとかあのグレンドカウンスの関係者に行こうかって言ってて、激うまな丸腸の売ってる店、売ってるじゃない、食べれる店があって、どこですか。亀戸なんですけど。亀戸まで行くの、はい、亀戸に、これ言っちゃっていいのかな、ちょっとあのまた並んじゃうんであれなんですけど、亀戸、あのホルモン亀戸にホルモン青木っていう店があるんですよ、はい、そこが巨大なホルモンが出てくる、巨大なホルモンが出てきて、かつ安い、巨大なホルモンって言ってサイズがこうなってんのサイズが こういうことですか。普通のホルモンってこう丸腸とか焼いてるとこうなんかこんな小指みたいになっちゃったりするじゃないですか、はいはい、それがなんかすごいフランクフルトみたいな巨大な丸腸が出てくるんですよ。わ、巨大なホルモンが出てきて、で本当にもうこういう感じです。ハサミで切ってた。いや、まあ、カットしてあるんですけど、カットして、はい、でもやっぱ炎がこう上がって、店員さんがこう氷を置く系なところですね。なるほど。で、なんか30分とか1時間の行列並ばないといけない店なんですけど。あ、青木、亀戸の青木はうまいですね。あ、行ってみようかな。行った方がいいですね、ホルモン青木は、うん、油身大好き、油っこクラブなんで、ね、みんな焼き肉食べたくなってきた。食べたくなったな、うん、やばいですね。だけどなんかやっぱちょっと太った人が食を語ると本当に美味しそうに聞こえてきますよね。だいたい食レポの人たちってだいたい太ってますよね。あ、ですね。やっぱ説得力はありますよね。なんか細い人がうまいとか言っても説得力ないけど、あ、確かに、ね、はい、なんかね、眉とかなんかいろいろね、うん、セリフありますけど、なんか普通さんはなんかそういう決め台詞ないんですか、飯食った時。ないな、飯うまって言ってますね。飯うまいいんじゃないですか。白米うまとか言ってます。白米。ああ、なるほど。甘いもんも好きなんですか。あ、でも甘いもんも食べれないタイプで、あんまり、うんうん、あのケーキバイキングとかが楽しくないんですよね。ああ、なるほど、うん、じゃあもう炭水化物と油でできてるんですか。そうですね、炭水化物と油でできてますね。なんかあれですよね、僕なんかドーナツが好きで最近すごい、うん、ね、はい、だいぶハマって食べてるんですけど、なんかもうなんですね、あの甘いのと炭水化物と油が全部入ってるんで、そうですよね、もう即太りましたよ、ね、はい、なんか4日の日の撮影でちょっと3日ぐらい、あの飲まずクラブして痩せたんですけど、即も即ですよ、もうだいぶって、あ、すいません、なんか本物の人の目の前にしてて、ドーナツどんくらい食べるんですか。いや、そんな1個2個とか。ああ、1個2個だったら別にそんな驚く数じゃん。驚く数じゃない、うん、なるほど。なんですかね、デブカムナイトってイベントをあのオーガナイザーやってるんですけど、はい、楽屋に差し入れが来るんですけど、ミスドとケンタなんですよ、メインが。ミスドとケンタが楽屋にいっぱい置いてあるっていう、はい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 、みんな何でしょうね、デブ好きなものってミスドとケンタなんだなみたいな。わ、なるほどね、うん、だけどなんか鶏肉って太らないイメージありますけど、ね、ヘルシーですよ ね、なんかササミは多分ね、筋肉になるって言いますけど、ササミじゃないですかね。ケンタはやっぱケンタは油身メインですからね、油の皮が、あ、そかそか、あの皮がうまいですよね、皮うまいですよね、衣とね、うん、パサパサのとこ美味しくないですよね、ケンタ。あ、僕嫌いです ね、 あ、 ね、こう食べるとこ、あの四角いやつがいいですね、あ、出てくるとテンション上がりますね、はい、かパサパサのとこ来るとちょっとあのがっかりしますよね、うん、なんかあの手羽先みたいな、なんかいいやつですよね、うん、なんか、うん、あの軟骨がついてる、あー、あれうまいですよね、うん、ケンタでホルモン出ないかな、うん、ケンタでホルモンすごいな、すごいな、うん、ホルモンあげちゃうのかな、鳥も
なんかホルモンあるんですかね。ああ、あるんですかね。鳥のホルモン聞いたことないですね。牛ホルモンしか聞いたことないですね。はいはいはい、はい、あと豚はあるかもしれないけど、なんか、あのフルチンさんの、なんていうんですかね、イベントのこととかもちょっと聞いてみたいですけども、なんか さっき言ってたのが、まあ、話変わりますけども、はい、なんだっけな、東京デカダンスのパクリイベントをやった、はい、パクリイベント、はい、パクリっていうか、これ一応公式なんですけど、あ、デカダンス、あ、今度やるのかな。いや、もうやってるんですけど、やってて、はい、あれだけど、なんかフライヤー見せてもらったけど、はい、これですね、日程がまだ7月23日、これ3回目なんですよ。あ、もうやってるんだ、はい、これ3回目なんですけど、あ、出てますね、はい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 、私の水着姿が、あれ、あの一番右の金髪私ですね。あ、そうなんですね、はい、スイカ持ってんのか、なるほど、これな、あの本物のスイカ持ってっちゃって、はい、重いって思いながらずっと撮ってますね。あ、なるほど、これなんですけど、で、これに3回目なんですけど、はい、もうなんかあのデブってクラブ行くと阻害されるじゃないですか。あ、デブなのに踊ってるよみたいな、デブなのにクラブ来てるよっていう視線が辛いんですよ、はい、まあまあ、私なんか昔痩せてたデブなんですけど、痩せてる時はクラブとかで遊んでたんですけど、はい、デブになってからデブなのがやっぱちょっと恥ずかしくて、行っても踊れないんですよ、恥ずかしくて。あ、一応踊りたいんです、ね、踊りたいんですよ。だけどなんか、なんだっけな、膝に来ません？あ、まあ若干来ますけどね、はいはい、ちょっと工事に止めばいいかなみたいな工事こうグルコサミンとか、ね、分かる、俺も膝一回来たことあって、ね、工事飲みました、ね、工事飲んだんですか。飲みました、飲みました、聞くんですか。いや、あんまり聞いた楽しなかったんでなんか、はい、次やりましたけど、キノコさんが工事飲んでる、はい、そうそう、買いました、買いました、買いました、なんかね、なんか金色のやつで届いて、うん、なんかね、胃酸がね、上がってくるんで、あ、はい、ね、読みましたけど、でそれで、はい、なんかあの、まあ、最初、まああの、まあ、デカダンスがやってる日になんかイベント、うん、デカバーでやりませんかって話が来て、うん、で冗談でじゃあ東京デブダンスはって言ったら、うん、あのアドリアンが面白そうだねって言ってちょっと似てるで OK が出て、で東京デブダンスっていうイベントになったんですけど、うん、これはなんか踊ったりとか、うん、で普通に DJ が入ってて、でたまにあのパフォーマーがあのうちのはい、リステージとか、はい、いろいろあのおたつなんかゴーゴーとかも、うん、デブダンの方が出てて、うん、で結構みんな攻めた格好で現れるんですよ。なるほど、ここぞとばかりに。やっぱ太った人は多いんですか。そうですね、痩せた子が来ると逆にあの、うん、あ、痩せててごめんなさいみたいな気持ちになるみたいな痩せてるのに来ちゃったみたいな、ね、下の階の人とかうるさそうですね。そうですね、すっごい地震かなみたいな、建物揺れてるみたいな、ね、ほこりがポロ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 って何なんだろう絶対その若干前にこうエアロビやってるビルが揺れたってあったじゃないですか、はい、ああ知ってます知ってます、ありましたよね、はい、だからあのビルが揺れてるかもしれないですよ。わあ、あれなんだっけ なん、ロッテの応援でジャンプするのがあるんですよ、なんかで、あれをなんだっけな、東京ドーム、だロッテが来た時に東京ドームで、あのダンス禁止らしくて、ダンスっていうかジャンプするやつで、それをやるとなんかその動画危ないんですか。あのドームの周りの震度が震度3ぐらいになるらしくて、うん、で、なんか禁止らしいですね。じゃあ、 あの歌舞伎町のこのデカバーがあるこの周辺はヤローズとか風林会館だったら震度3に震度3になるかもしれない、ね、なってるかもしれないですよね。でだけど震度3ぐらいのクラスだったらもう あそこら辺のビルとかなんか老朽化進んでるんで、もうなんかそのまま1階になったりとかして、危ないです。あれ3階でしたっけ、これここ5階です。5階です。5階が1階になる。いやー、今回あと DJ にワカニャンとか、ワカニャンちゃん、ダークキャッスルとかで DJ やってる、はいはい、ワカンさんがいたりとかしてますね、うん、はいはいはい、あと、まあ、お姫様抱っこ大会っていうのがあったりとかするんですけど、はい、お姫様抱っこ大会、はい、どういうことですか。あのデブってお姫様抱っこされることってないじゃないですか、はい、で120キロまでならお姫様抱っこできるっていうマッチョ軍団が来て、はい、で女の子たちをお姫様抱っこするんですよ。で何キロまで上げられるかとか、あと体重当てクイズとか。それお姫様抱っこじゃないじゃないですか、それバーベル上げじゃないですか、まあ、ちょっとねベンチプレスみたいな状態になってるんですけどそれで、あのお客さんの中から3人呼んで、うん、3対3のそのマッチョ軍団とお客さんの3-3で何キロまで上げられるかっていうのを競い合ったりとかしてて、うん、そういうイベントをやっていて、夢のお姫様抱っこ大会っていう、
ね、夢が叶う、ね、夢が叶うやつですね。それをやったりとかしてますね。あとフードがちょっとなんかカレーだったりとか唐揚げだったりするんですけど、ちょっと普通のフードブースよりも火力が高めな、ね、今回でもなぜか板前さん呼んで、うん、あの寿司バーを出そうという形になってまして、うんうんうん、寿司バー、そうなんです、なんか小さく見えるかもしれないですね。そうですね、うん、ちょっとこう握りがちっちゃく見えそうですよね、はいはい、なんかそういうのを出したりとかして、そしたら女の子たちから肉のメニューもないのかっていう苦情が出たんですけどね、うんうん、はい、魚じゃなく肉が飛びたいと。あのなんだっけな、やっぱちょっと大きい方ってやっぱいっぱい食べるから大きくなる人って多いじゃないですか、ね、あ、はい、なんでしたっけ、あの食べ放題とかって、あ、はい、どんな感じなんですか。ああ、一回集団で行ったことがあるんですよ、はい、来たなって顔されましたね。まあね、店員がね、うん、ああっていう、ああっていう、6人ぐらいで行って、はい、で焼肉の食べ放題行ったんですよ、はい、うん、来たなって顔されて、でその時レバーがなんか美味しくて、でレバーレバーって注文してたら、その店のレバー全部食べきっちゃったんですよ。で、その後に、だったら別のグループがレバーって言って、あの先ほど売り切れちゃってとか言って、あいつらだよみたいな。まあだけどレバーってなんか別に高いもんじゃないから、ね、そのね、焼肉屋にとってはすごく、ね、そうですね、いいお客さん、いいお客さんじゃないけど、まあまあちょっと許してあげようかっていう心境になります。でも次々にでもレバーの後にいろんな肉が食べきられてきましたね。ロースとか、だん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 そね、じわじわイライラ来てる感じで、ね、じわじわ来てて、なんかやられたって感じで、その店あの1枚も写真とか貼ってないんですよ。なのに急にポラロイド持ってきて、すいません今お客様のお写真撮ってて、よければ壁に貼らせていただいてるんですけどとか言われて、はい、なぜか急にポラロイドで写真撮られて、でも要注意っていうやつじゃないですか。要注意なのかな、要注意って言って、あ、できん対象っていう。この店写真ないですよねって言って、いや今日から始まったサービスでとか言ってて、あ、そうなんですかとか言って、まあね、インパクトあったんでしょうね。なんかね、きっと貼っとこうみたいな。だけどそれが毎日来たら、そのお店潰れてしまうっていう。でもこの近くにある、はい、あのぽっちゃりキャバ、ぽちゃキャバさんがあるんですけど、はい、うん、そこはあのこの辺の食べ放題荒すぎて出禁になってるっていう噂を聞いたことがありますね。まあ、そうでしょうね。そうなんですよ。ちょうどこの通り沿いにあるぽちゃキャバさんなんですけど。はい、食べ放題、食べ放題ってなんか元取れたことないっていうか。そうですよね、普通にね。そうですね、うん、なんか食べ放題ってなんかあんまり美味しいお肉とか出てこないっていうイメージがあって。そうなんですね、はい、でもこう牛角行きたくなってきたと思う。牛角結構私好きですけどね。牛角いっぱい出てきますね、うん、牛角みんな好きなんだな。牛角は何でですか。いや牛角はなんかあの結構スイーツとかも行けるみたいので女の子行きたがると思うんですね。食べ放題の中に入ってて、あ、牛角って食べ放題食べ放題があって、はい、それでその中にいろいろメニューがあってみたいな。はい、へえ、僕の知ってる牛角って普通にメニュー頼んでとかそういう感じですかね。なるほどね。そうなんですね。あ、そのなんか彼氏がいるっていうことだったんですけども、はい、彼氏さんはなんかそういうマニアの人だったんですか。あ、彼氏マニアですね。あ、よくあの痩せてるビフォーアフターみたいなダイエットの写真とかあるじゃないですか、うんうん、そうするとこれアフターよりビフォーの方が絶対いいんだけどなとか言って言ってますね。こう痩せる前痩せた後みたいな写真があると、はいはい、俺絶対こっちなんだよなみたいな。あの要はデブ線ってことですか。そうですね、要はデブ線ってことですね。デブ線の人はなんか普通の人の割合でいくと何人に一人はデブ線なんですか。デブ線結構いますね。隠れデブ線、デブ線とか、あと、はい、巨乳好きがこじれてデブ線になっちゃうとか巨乳好き、もうおっぱいが好きすぎて、うん、お腹が太ってても、もうこの際いいっていう、うん、なんかおっぱいもこう、やっぱ肉がつくから結構おっぱい大きくなっちゃう子多いんですよ、デブになると。ああ、はいはい、それで、わかるし、痩せると大体おっぱいがねはいそうなんですよ、それで、はい、巨乳好きをこじらせてデブ好きになっちゃうとか多いんですね。なるほどね、なんか僕もね、なんか、なんですかね、やっぱ肉が欲しいときありますね。人の
なんかその肉というか、なんかやっぱ気持ちいいですよね。ジャニーの人とかとなんか ね、くっついてたりすると。あとなんか下ネタになっちゃうんですけど、はい、あのデブな女子と普通の女子と両方ってやったことがある彼氏がいて、デブ戦じゃないんだけど、なんかお前ならいいよっていうので付き合った男子がいて、はい、でその別れた後に、なんかこうなんかあの久しぶりみたいな連絡よこそうとかっているじゃないですか、はい、あの久しぶりに会おうかみたいな別れた後に、でそれで連絡来て、その時に言われたのが、なんかあそこだけは君の方が気持ちよかったみたいな、なんかデブのあそこは気持ちいいらしいんですよ。なんでですか？なんかあの肉優しく包み込んでる、肉が中まで肉がこうみっちり入ってるから、なんかあの痩せてる女の子としちゃう、デブと痩せてることを両方すると痩せてる子がスカスカな感じがするとか。わかる、なんかね硬いんですよね。あ、うん、そう、硬いんですかね。硬いって、うん、ありますね、うん、まあ、痩せててもなんかね、あの具合が、あと、うん、濡れ具合とかもね、いろいろありますよね。そこ大事ですよ。でもすごい私の友達3桁好きのマニアがいるんですけど、3桁好き、はい、3桁好き新しいね。そうですね、あのミケポっていう単語があるんですよ。ミケポとか3桁って言って、はい、女は3桁以上じゃなきゃダメだっていう本当のマニアがいたりとかするんですけど、はい、だから80キロぐらいの時に、うん、あのお前じゃ足りないんだって振られたこととかありますね。お前じゃ足りないんだ、中途半端なんだ君は、って君は中途半端なデブだって言われて。今は何キロ？私も94なんですけど、バンクして、はいはいはい、ちょっとタイミングで、はい、CM いっちゃいましょうか。はい、自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。健康だと思って、うん、で痩せようと思ってあのダンスを始めたんですけど、うん、でベリーダンスを習いに行ったんですよ、うん、でベリーダンスを習いに行ったらもうなんかオカマクラスになぜか入っちゃって、オカマクラスになぜかいたんですよね。あの、はいはいはい、であのデパートメント1で知り合ったあの友達 の、はいはい、あのデリーチちゃんっていうメンズベリーダンサーの人とかに誘われて、はい、でいたのが私と小金崎さん、はい、と女子は私と小金崎さんしかいなくて、オカマクラスに行ってたんですけど、ああでそれで、まあ、それをそこをこじらせてなんかあの、うん、ベリーダンス業界で私くらいデブのダンサーさんと知り合っちゃって、はい、一緒に踊らないって言われて、はい、であのいきなりベリーダンスのトップクラスの人が出てるあのショーに出ることになっちゃったの。デパートメント1だったらニコル組とか出てるじゃないですか、はい、そこのニコルとか出てるようなショーにいきなりホールクラスに出ることになっちゃって、はい、で踊ったんですね。でそこに友達のバーレスクダンサーが見に来て、はい、あのフルタさんが踊ってるってこうの初めての使い的な気持ちになって泣いて、あんなにデブなのに踊ってるみたいに泣いちゃって友達がそれでなんか一緒にバーレスクのグループで入って一回賑やかして踊らないって誘われたりがあって、はいはいはい、まあ、それがきっかけで来んなんですけど、うん、でそれでちょっと私くらいのデブを集めてバーレスク的な、うん、こうショーガール的なのやったら面白いかなと思って、で 80、それで80キロ以上募集したら、うん、ほぼ全員100キロが集まっちゃったんですよ。わー、じゃあ目立たないですね。100キロ前後が集まっちゃって、はい、なんかだけどなんか ベビーメタの逆バージョンみたいな感じベビーメタ、ね、2人がでかいみたいな、あセンターちっちゃいみたいな、センターちっちゃいみたいな、うちだから痩せるとセンターいけないんですよ、ね、
一回75キロの子入れたんですけど、はい、やっぱ細いですよ、真ん中に持ってくると、はいはい、挟まっちゃうと。だからあのもう端っこ行ってって言って、端っこしか、端っこでしか踊れないっていう。そうなんですよ。一応なんかセンターですか、ね、はい、あ、私センターだったら身長問題とかがあって、背が高い子はやっぱ真ん中に持ってきたりとか、いろいろと振り付けによって変わったりしますね。はいはい、なんですけど、それでまあ今、3人ですよね。今3人ですね。もともとあと5人いたんですけど、はい、結構みんなあの膝やられちゃったりとか。膝やられます。練習きついって、ね、膝なんだっけな、俺もなんか 5キロ増えると、うん、膝に対するなんかそのプレッシャーが20倍になるって聞いたことあります、ね、あ、だから体重計算で すごいことがすごい負担が来てるんですよ、私の膝が、はい、僕もやっぱね、ちょっと体重、10キロぐらいの上下あるんですけど、いつも10キロね、マックスの時は膝やっぱすぐ気がしますね。それでもそういうのはあって今活動してるわけなんですけど、ちょっとなんか踊ってみたいな、なんか私今ここでですか、はい、曲がないとなんか激しいの かけれますか、あのなんか、いや、あの決まってる曲があったりとか、決まって何ですか、なんかあの振り付けとかがあると、はい、なんかとね、じゃあ、キャンディーマンっていう曲とか、はい、検索すると、はい、なんでキャンディーマンって何ですか。キャンディーマンって、クリスティーナ・アギレラが歌ってる曲なんですけど、まあ、そうなんですよ、洋楽キャンディーマン。キャンディーマン、はい、そういう曲が、そういうのを踊ったりとかしてるんですけど、はい、マジで踊るんですか、はい、ちょっとここで踊るか、お願いします。難しいな、あれちょっと待って、聞こえてる、これサビ最初のところですよ。どこまで行くんですか。これを5人ぐらいで踊るんですね。はい、そこは3人だけど。ありがとうございました。じゃあまた来週違うか。はい、で、はい、なんかこれって、はい、なんかここに書いてますけど、なんかダイエットになるねって書いてあるんですけど、これ、これ、ね、これだけどみんな踊るじゃないですか。練習とかすればするほどやっぱね、脂肪を燃焼されていって痩せちゃうじゃないですか。でしょ、はい、今ちょうどあのデブカーライとかデブ戦の世界をあの、うん、ドキュメンタリー映画を撮ってる監督がいて、うん、なんかちょこちょこ撮影に来てくれるんですけど、はい、飲み物、あのその人ちょっとあのレスラー的な人で、うん、なんか全然体が違うんですよ。で、はい、私たちの練習見て、なんかあのそういう練習の間にめっちゃお菓子とか食べてたり、はい、飲み物がミルクティーだったりとかして、あー飲み物ミルクティーめっちゃすごいな。メンバー4人、はい、その時まだ4人いたんですけど、はい、メンバー4人のうち2人がミルクティーで、もう1人がカフェオレを飲んでたんですよ、はい、でそういうスタジオの練習で、はい、ミルクティーはおかしいだろって言われて、はい、でそういうのを飲みながらの、うん、めっちゃ休憩に、なんか今日はこのお菓子持ってきたよみたいに、みんなこう女子会っぽく出すわけですよ。ああ、だから別に痩せる、ね、あの心配はないと。カロリーめっちゃ補給してますかって、ね、消費した分補給してるっていう。あ、なるほど、うん、全然痩せる気配ないですね、はい、もう本番の時とかも本番前に食べる、ね、年齢は不詳っていう設定ですか。あと年齢不詳という設定になってますね。ああ、了解です。なんか何年前は痩せてたんですか。ですね、15年ぐらい前は痩せてますね。15年前は痩せてた、うん、なるほど。何がきっかけでだんだん太っていった。もともとデブで一回ダイエットして痩せて、はい、で48ぐらいまで痩せたんですよ、
で痩せて、こういう息になってて、こう油断しまくって普通に飲んだりとか、うん、なんか打ち上げ行ったりとか、はい、あの昔ライブハウスで働いてて、はい、でブッキングの仕事とかをしてたんですけど、はい、で普通に打ち上げ行ったりとかしてたら、はい、あれなんかちょっとワンシーズン超えた服が入んない時があって、はい、このくらい空いてて、あれ私デブになってるって気がついたみたいな。あやっぱ服で気がつくんだ。そうですね、デブになるのは簡単なんだなっていう。あダイエットはライザップですね。くたばれライザップと思ってますね。まあだけどライザップでね、あの痩せる人が増えれば増えるほど、ライザップやはり増えるから、はい、ライザップ終わった途端にこうわーって取り戻すように食べて戻っちゃうと多いらしいですよ。そうですね、僕も大体ね、うん、痩せようと思ったらすぐ痩せれるんですけど、なんか僕もいつもすぐリバウンドですね、前以上に太ってしまうっていうね。ああ、そうなんですよね、うん、だからまあ、でデブになったらデブ戦の男子にナンパされちゃって、はい、で、なんかそっからあデブ戦っているんだって気がついて、デブ戦のなんかイケメンっているんですか？いますね。わー、逆にいいかもしれないですよね。なんか中途半端になんかね、ちょっとぽっちゃりぐらいよりも、もうデブになった方が、うん、デブになってからもモテてるんですよ。なるほど。もう中途半端な人はね、もうバンバン太った方がいいと思うんですね。うん、そうですね、中途半端よりは中途半端一番需要ないですね。ああなるほど、うん、痩せてる頃の写真とか見てみたいな。ああ。うん、めっちゃさらさら用意しとけばよかったですね。ねえ、うん、でもこの間のテレビにあのこのダイエット失敗した人みたいので、うん、なんか出たことがあるんですけど、はいはいはい、でその時になんかね、こうみんなのダイエットで成功した人となんか痩せれない人たちみたいなこうチーム分けして、うん、トークするみたいなトークバトルみたいな感じで、うんうん、1日5食ダイエットとかいうのを推奨する人とか出てくるんですよ。どんどんダイエット、ダイエット5食で1日5回にここあの1日3食のものを5回に分けて食べるみたいな、ああそういうダイエット法とかを推奨する人とかがどんどん出てくるんですけど、いや私も5回食べてんだけどなとか言ったとかで違う意味で5回なんで、ね、違う意味で、ああなるほどなるほど、うん、なんか僕一応金バクシーなんですけども、うん、もし縛られるとしたらどんな風に縛られたいとかありますか？私どっちかって私攻撃的な M なんで。攻撃的な M、はい、何ですかそれ？攻撃的な M、はい、ツンデレって言うんですか？ああなるほど、はいはい、なのでなんか見た目ちょっと、うん、M っぽく見えないんだけど、実は M みたいな、はい、あーなるほど、うん、あとあのわざといじめられるためにちょっと攻撃しちゃうとか、あー後ろ来たぞみたいな、あなるほどなるほど、ツンデレ縛られるとしたら どんなですかね。でもやっぱチャーシューみたいに一回されてみたいですよね、ネタ的にはね。なるほどなるほど、なんかこう細かく細かくなんかこう、あのあなんかルービックキューブルービックキューブみたいなチャーシューっぽくされてみたいですね。なんかこうこの辺の肉を強調されたいですよね、このお腹とかなんかもうボコボコみたいな。ああ それはいいんですか？なんかあ、いいですね、これの、ね、チャームポイントだと思ったんですか、はい、今度よかったら、ね、あぜひぜひ、はい、縛ってみてください縛ってみてくださいっておかしいです、ね、僕もね、チャーシューみたいにね、yeah. あの縛ってみたいですね。なんか今度やってみたいな、チャーシュー縛り、はい、なんかいっぱい欲しいなっていう。ああ、なんでも、はい、数の暴力ってありますよね。ありますよ ね、 ね、 うちの D ステージも、うん、デブが最初もともと5人いたんですけど、はい、まあ、それで今3人になったんですけど、5人いる時の暴力感たらもう、うなんか、ね、なんだあれっていう、まあ、ちっちゃい子供とかが真ん中にいたりしたらね、もう泣いちゃうっていうか、うん、ですね本当に、はい、なりますね、うん、今月、あとそれで今度です、ね、その D ステージが今度4月23日のさっきのデブダンスと、はい、あと8月7日に統合フェスっていうイベントで、はい、エルスのリキッドルームっていうところで、はいはい、イベントがあって出るんですけど、はい、電撃ネットワークさんとか、はいはい、あとキノコホテルさんっていうバンドとか、はいはい、あとシャランキューの畑さんがやってる畑バンドとか出てたりとか、うん、はい、あとヒステリックブルーのメンバーがダチックの、あ知ってるかもしれないわ、そのイベント、はいはい、そうがリキッドルームっていうあるんですけど、そこ の、はい、あのオープニングアクトで D ステージが踊ることになっ て、はい、ておすごい大役じゃないですか。そうなんですよ、一発目に D ステージを出しちゃうっていう、まあね、もう食っちゃう感じですでも一発で1時半オープニングアクトなんで、まあ、昼の1時半からなんですけど、はい、でまあ、ちょっと見たいなと思った方はちょっと
ツイッターとかで、リーステイズ検索すると、あのドアラが出てきちゃうんですよね、うち。ドアラ、ドアラっていうあの野球のキャラクターの、あのツインズドラゴン、そうそう、あれのチアガールもリーステイズっていうらしいんですよ。あら、ライバルだ。あとなんか秋葉にある同人誌を売ってる D ステージってお店があるそれ、ね、逆になんかあのドラゴンズにお願いしてそうですよね今回だけって言って、ね、どさくさでうちがチアで出るチアでなんかD、ね、嘘ついてないですからね、嘘もついてないですよね、それ面白いな、そう、はい、ちょっと売り込むのありかもしれないですね、売り込むんですよね、それ面白いですよね、それなんか、ね、野球ニュースとか違うね、うん、ジャンルのねあのお客さんで獲得できそうですね、ですよね、すごいそういうのとかで、まあ、デブになってからそういうオファーが結構来たりとか、はい、今日も映画撮ってきたんですけど、はい、島田角栄監督っていうちょっと分かるあの面白いですよね、はい、島田角栄監督の映画に出てきて、はいはいはい、ほんの30秒なんですけどすごい、はい、むちゃくちゃな映画作る人ですよね、そうですね、むちゃくちゃな映画ですね今日もむちゃくちゃなセリフ言ってきました、ね、なんて言ったんですか、死んでる役なんですけど、もう死んじゃってる役なんですよ、はい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 、死んじゃってる役 で台本見たら私23歳って書かれてて、はい、え、23歳って23歳で死んでる役 でこういう三角のつけて、はいはい、あ、三角つけた、あ、本当に死んでるんだ、死んでるんですよ、死んでる、まあ、だけどそれこれついてたけど面白いですよね、うん、それをつけてあの真っ白な服で、まあ、着物だとちょっとベタなんで、うん、白い衣装を着て、うん、あの世に行ってイケイケになってるっていうイケイケになってる役でそこ以上ちょっとネタバレするんだあれなんですけど、 あ、 面白い、ある時突然、まあ、30秒ぐらい出てくるのは かなりパンチある登場するんですけど、わー、いいな、新作を撮ってまして、はい、そういうのとかがなんかもう発言聞いただけでもうウケますよねそうなんです、もともとさっきの話出て、うん、あの舞台照屋さんが本業なんで、はいはい、裏方の仕事をずっとやってたんですけど、はい、でそういうので表の仕事がこう急にオファーがデブになった途端来るようになって、はい、結構デブ様様な、デブになってからなんかの方がなんか結構いろいろしてますね、はい、その映画の名前はどういう名前なんですか、ね、映画の名前がまだ仮らしいんですよね、はい、なんでちょっとこれなんですけど、もうね、なんか、あ、もうタイミングで、はい、じゃあどうぞ CM 行ってください、はい、CM、はい、3年 A 戦組シャーマン先生、今日締め日か、リキトさん大丈夫かな、ラストオーダーのお時間です、ドンペリローゼ、ラストオーダーのお時間です、シャパタは行くぞ、リキトは注げ、リキトは注げ、自分のことばかり考えてた俺が今、お前のことばかり考えてるんだ、運命の人と出会うならイオンインク、やっぱやべえな、イオンインク、イオンインク、僕もね、今ネタバレになるんで、今 CM の最中に聞いてたんですけども、あの映画の内容かなり笑いますよね、デブになるその理由がすごいですよね、はい、すごい理由でデブになってるというそんな理由でっていう、うん、そうなんですね、笑っちゃって言えなかったです、セリフを見てるのが楽しみってやつですね、見てるのが楽しみ、はい、いつぐらい公開予定なんですか、多分今撮ってるとこなので、来年ですかね、多分来年頭ぐらいだと思うんですけどね、なんか鳥居みゆきさんと庄屋俊さんがやる主演な感じですね、はい、鳥居さん、はい、なんだっけな、面白い人ですね、女の子、はい、そうなんですよ、さあ、なんかイベント等告知あれば、はい、その8月にやるのと7月23日があるのと、あとはデブカーナイトというのをオーガナイザーしてるんですけど、デブカーナイト、はい、ミスファットウーマングランプリっていうのをやってまして、ファットウーマン、はい、デブの美女コンテストをやってるんですよ、はいはい、でロフトプラスワンでずっともう2010年からやってるんですけど、はい、次のデブカーナイト、はい、11月でとうとう10回目になるんですね、であと、はい、あ、半年に1回やってるんですか、2年、あ、1年に2回やってるんですね、はいはいはい、
それで、2月と10月にやってるんですけど、いつも10月なんですけど、はい、今回10月は大阪公演をやろうかってことになって、はい、関西の大阪のね、ロフトできましたよね。 そこで、うん、第1回大阪編をやろうということになって、うん、大阪のデブを探してるんですよ。大阪のデブ、これを見てる大阪のデブとか、大阪のデブが、はい、デブの友達がいる人がいたら、ここに、なんかいいデブいますよって、はい、何キロ以上とかあるんですか。とりあえず、2L 以上が欲しいですね、サイズ。 2L、 あ、サイズですね。サイズでいいところ、2L 以上が欲しいからっていう感じですね、はい。まあ、あれ体重あればあるほど、受けはいいですでもうちのイベントに出たことでタレントになってる子とかいるんですよ、うん。ガールズコレクションに出たりとか、東京ガールズコレクションに出たりとか、はあ、あのデブで出れるんですか。プラスサイズのファッションショーがあって、大きいサイズの洋服ブランドのファッションショーが東京ガールズコレクションに出て、それの中でモデルになったりとか、はいはいはい、バラエティに出たりとかしてる方とかいますね、うん。なので、ちょっとそういうのに興味がある子とか、ぽっちゃりモデルとかに興味ある子とかいたら、一応優勝すると賞金とか、賞金現金が出たりとか、あと焼肉セットがもらえたりとか。焼肉セットが嬉しいですね、きっと。そうですね。僕もなんか楽屋でなんかケンタッキー食べそうになって、睨まれましたから。睨まれましたあのキノコイズムっていう、自分とあのイズムっていうそういう、ぽっちゃりの軍団がいるんですけども、その人たちと、また確か10月ぐらいにやるのかな。イズムさんはね、すごいですよ。巨像が本当にすごいですよ。やっぱりね、僕もなんか家で、うん、なんていうんですかね、練習とかしたんですけど、床心配になりましたもん。で、縛るときに普通の女の子だと、はい、こうやって手首縛って、ね、その後に体をこういう風に通して受け取って、ね、一周こうやって回すんですけど、もう手いかがですよね縄届かないんで、うん。ね、僕がこうやってくるくる自分こうやって回って、ね、縛るしかなくて、もうなんか、もう疲れる、うん。うちのイベントに出てるBBW っていう、うん、ぽっちゃりデリヘルの店の女の子たちがいるんですけど、はい、その子たちとかでバスト157とかいるんですよ、はい。バスト157って身長じゃないみたいな、うん。そうですね。キノコイズムはまた、ね、ね、やりますから、10月何日だったかちょっと見ていいですか。この手キノコイズムが10月の、ちょっと今見つけられないな。ありました。10月の28日ですね。ロフトプラスワンでやると思います。なるほど。はい、デブカーナイトとかぶってないでいい感じです。あ、10月ですね。デブカーナイト、大阪が10月9日で、あ、なるほどね。東京が11月12日なんですよ。まあ、だけど同じ日でも、ね、大阪だから、ね、その日はなんかデブの日ってことでね。ね、まあ、とりあえずどこでもデブのイベントやってるみたいな。そうですね。で、ちなみにね、今日ね、7月8日で縄の日で、今日ね、縛りの日ですね。で、僕なんか、小学校が縄小学校、本当にそうなんですよ。すごいですね。な感じは違うんですよ。名前の名に平和の和で、縄で。出身の、ね、地名も、ね、その頃からなるべくしてみたいな感じですか。そうですね。僕ね、それ全然気にしてなかったんですけど、金箔やり始めてからは、後で気づいたっていう。で、本籍がね、柴田っていうんですよ。柴田って。ダジャレみたいなことですか。ほんとね、そうなんですよね。すごいですね。うん、だからなんか、そういうのをやってる。はい、僕もなんか簡単にいろいろ告知しちゃっていいですか。はい、はい、なんか送った画像を一つずつ、はい、7月の、17日に、真夏のホラー劇場というですね、イベントで、なんと、先ほど出てました林有玄さんと、あとずんこちゃんと、なんですかね、縛りのあるホラーというか妖怪が出てくるショーをやります。耳なし芳一のような感じのテイストで、有玄さんが美女に、僕が縛った美女に、お経を書きます。で、ある部分だけ、書き忘れて、で、そのある部分にある部分だけ書き忘れて、こうやって浮かんでるわけですね。このね、あらって言って妖怪がいたずらするっていう。なるほど。ある部分、こうやってこういうとこですね。こういう風に浮かんでるわけですね。はい。で、まあ、これもなんか面白いお笑いのね、ショーですけど、はい、いつもかっこいいことばっかりしてるわけではなくて、
もうなんかこう汚れたゆうげんさんが入った段階でもちょっともうね、ゆうげんさん出たらね、まじまじめやっちゃダメですよ、ね、はい、じゃあもう一個お願いします。はい、で、来週ですね、7月15日に、なんと京都で、ファンタスティックプラネットというですね、ラクシュミちゃんっていう、人気のある、京都で人気のある女の子が、オーガナイザーしてます、イベントですね、フェティッシュイベントですね。はい、そこで、なんかアーティスティックなショーをやります、白い世界で白い縄で、白い衣装で、バックの背景も全部白で、白いですね、縛りの、ショーをやります。はい、また続いて、はい、今度ですね、僕もちょっとここら辺から顔を出しながらね、はいはい、で、これは、神戸かな、神戸にある、フォアグラ劇場というですね、あれですね、すごいですね、まあ、場所、あのショーパブで、はい、そこで、金箔賞をやりました、はい、神戸、なんか知り合いとかいそうですよね。あ、キキちゃんとか、キキちゃんね、うん、これ龍崎さんの出なんですか。龍崎さん、僕このね、仕事はね、龍崎さんからの紹介ですね。あ、そうなんだ、オナーさんも出るんだ、はい、オナーさん、そうなんですよね。あ、すごい、バビエさんとかも、うん、はい、では続いて、はい、でですね、僕は、毎月第2第4火曜日に、金箔の、講習会をやってます。一縄講習会っていうんですけども、そちらは僕のホームページの方、あのはじめきのこで検索していただけると、出てきます。そちらの方で教えている、後手縛り、釣るために必要な、最初のベースになる縛り方ですね、これが、DVD になって、縛り方が、詳しく書いてあります。はい、詳しく、載ってます。で、安全に縛る、あとはモデルに嫌われないコツだったりとか、ね、縛るときにこうしたらいいとかああしたらいいとか、縄の選び方とか、 なんかそんなのが全部載ってます。で、この DVD は、なんと、なぜこういうポップな感じにしてるかっていうと、大体習うやつはすごいなんかマニアックな、表紙だったりするんですけども、女の子を誘うときにそれを見せると大体断られるっていう、はい、これちょっとポップな感じで可愛く、そうなんですね、女の子に見せて練習させてよって言ったときに、断られないんですね。あ、なるほど、はい、でこれは中級編ですね。一応初級と中級が出てまして、であとは1分前、あ、じゃあ続いて出してください、はい、まあ、これで終わりかな。であとこれ金箔2杯ですね、僕が、ね、プロデュースしてます、2杯です。全部僕のホームページから買えます。これ実はね、野郎の足で撮影して、それを片切りして作ったんですね、ということでですね、はい、はい、もう大丈夫です。あ、でこれもね、7月17日も、何日かなをやりますんで、金箔賞、笠井亜美さんというですね、有名 AV 女優さんと一緒に見てます、ちょっとエッチなショーなんで、ぜひ見に来てください。はい、はい、ということでですね、今日はフルチンさんを、お呼びして、どうでした、なんか、あ、すごい楽しかったです。ありがとうございます。はい、次の人、次の人、あの笑っていてもケースで、はい、誰でしょうか。女装メイドカフェニュータイプの茶漬けさんを紹介したい。茶漬けさん、はい、ニュータイプの茶漬けさんで、はい、来週は茶漬けさんです。はい、バイバイ。でもなく溜まり込んだことにさえ何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで伝え込んだ仮面をやめ、ガラクタに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。